はい、今回試乗してきたのはついに登場したメルセデスベンツ E クラスワゴン。メルセデスベンツの E クラスは2009年5月にフルモデルチェンジして、その後にクーペが登場、そしてついにワゴンが登場となりました。こうしてですね、様々なモデルをバリエーションしていくことで、より魅力的なモデルとして展開していく E クラス、今回のワゴンは果たしてどのような味なのか、しっかりと報告したいと思います。はい、皆さんこんにちは、川口学です。今日は、ドイツの、ウィスバーデン、この近郊で、E63 の AMG のワゴンにですね、登場したばかりのワゴンに乗っています。先日 E63 の AMG のセダン、乗って非常にアグレッシブな車に生まれ変わっていて、ちょっとびっくりしたんですけれども、ワゴンになってそれが少し弱まって、もうちょっと一般的な乗り味になってるかなと思ったんですが、やっぱりこれもかなり激しい、車になってます。ドイツとかアメリカとかではこの獰猛な味わいが受けてですね、かなり台数を伸ばしているということで、E クラスもそういった味付けになったんでしょうけれども、多分、E クラスの AMG としてはですね、史上最も過激な乗り味なんじゃないかというふうに思います。で、E63 のセダンと比べてですね、違うところはリアに荷室が増えただけで、乗り味的には基本的にほとんど変わってません。細かく言えば多分リアのラゲッジ分の、マスが大きくなったことでですね、車両のバランスとか少し違うんだろうなという気もするんですけれども、実際にこうして今走らせている限りではほとんど違いは分かりません。ということで、E63 の AMG のワゴンは、おそらく、史上最強、史上最凶暴な、ワゴンなんじゃないかなという気がします。 E63AMG、 この車はセダンの場合はですね、セダンのノーマルモデルから遅れること、数ヶ月で登場したモデルなんですが、今回のワゴンに関してはですね、ほぼ同時に、発表されたと言ってもいいモデルになっています。AMG ですから 6.3 リッターの V8 AMG の完全 100% ですね、設計によるエンジンをですね搭載して、ワゴンながらも525馬力のパワーを絞り出して、さらにですねそれをシングルクラッチなんですけれども、マニュアルのですね2ペダル、これに組み合わせているという、すごいですねスーパーワゴンになっています。果たして、ワゴンにですねこれほどの性能が必要なのかという疑問はですねかなりあるんですけれども、やはりですね乗ってみると、ノーマルのですね、E クラスワゴンとはですね全然別の世界観、こういったものがしっかりと築き上げられているなというのを痛感します。とにかく速いですし、何よりスポーティー、そして後ろを振り返るとラゲッジスペースがしっかりとある。そう考えるとですね、この車が1台あれば、スポーツカーからセダンからワゴンからとかいった具合にですね、全てがですね揃っている、そんな車なんじゃないかなというふうに感じました。これがその63AMG のエンジンとトランスミッションのカットモデルですね。非常にですね気持ちいいパワーと音、それが特徴です。そしてこれがですね、実は E クラスワゴンの元祖とも言うべきですねモデルですね。1950年代に登場した 200D という車なんですけれども、この頃からメルセデスはワゴンというものに着目してしっかりと作り上げてきていました。しかもですね、最初のモデルから割とプレミアムな層をターゲットにワゴンを作っていたということですから、キングオブワゴンというふうに最近ではこの E クラスワゴン言われてますけれども、まさにそれは最初からそうだったということで、サラブレッドというか伝統の車なんじゃないかなという気がします。そして、その最新版たる車がですね、この現行 E クラスワゴンということになります。ワゴンとしての機能はもちろん、非常に高いわけで、例えばこのラゲッジスペースですね、ライバルと比べると非常にやっぱりこう使い勝手がかなり、考えられていて、容量も非常に大きくて、実際に僕が寝そべってですね、すっかりですねこう収まってしまうほどの容量を持っています。そのくらい実用性が高いということです。今運転しているのは E の350の CGI ですね。日本の E クラスは今350は、ポート噴射の
先代から採用しているエンジンを使ってますけれども、本国では、CGI 直噴になったものが採用されていて、これはですね、おそらくこの E クラスワゴンが日本に導入されるときには、日本に入ってくるんじゃないかと言われているものです。新型 E クラスは、生まれ変わって、非常に、またメルセデスらしい、いい車に仕上がったんですけれども、ワゴンもやっぱりそれを受け継いでいて、セダンと取り比べても印象はほとんど変わらない、やっぱりいい車です。でワゴンの場合は、先代もそうなんですけれども、フロントメカサスでリアがエアサスを使っています。リアの車高を自動的に調整してくれて、荷物を乗せても車高が変わらないような、そういった対策がなされているものです。今回の E クラスはセダンもワゴンも、そしてクーペも250の CGI という 1.8 リッターの直噴ターボ、新しい、ガソリンの4発が、目玉になっているんですけれども、改めて乗ると6気筒の良さというのはすごく痛感するところだなというふうに思います。ボディがやっぱりしっかりしている車なんで、どんなエンジンが乗ってもそれなりにすごくいい車なんですけれども、4発と比べるとやはりゆとりというか、余裕が感じられて、回転の滑らかさとか、音の静かさとかですね、そういうものが加わることによって、よりやっぱり E クラスらしい顔を見せるのかなという気がします。今回は V8 は AMG しか乗ってないですけれども、E500、日本でいう550とかの V8 が乗ると、それはそれでまた上質な感じがさらに増して、さらにいい車に感じると、こういうところが多分そのメルセデス その車作りの良さが現れているところなんじゃないかなという気がします。それぞれの用途に合わせてエンジンの排気量とか気筒数とか変わっていくんですけれども、それによって車としての格も、同じボディなんですけれども上がっていくという、そういうところがメルセデスらしさなのかなという気がします。もう走りは本当にE クラスのセダンとほとんど変わらずの感じで、特にここがすごく違うというところはないんですけれども、やはり E クラスのワゴンは日本でいうとかなりハイブローな、ラグジュアリーなワゴンということで人気があるので、そのあたりもしっかり答えるだけのものになっているかなという気がします。メルセデスベンツ E クラスワゴン、これがキングオブワゴンと呼ばれる理由はやはりその実用性の高さですね。使い勝手、これはですね、実際に数字を見ても分かるように非常に広大なラゲッジスペースを稼ぎ出すことに成功しています。これがあるからこそですね、高級な上にですね、実用性が高いという E クラスワゴンの本質が現れるのではないかというふうに思います。そしてさらに新世代のエンジンですね、これが注目になります。この E クラスワゴンでも目玉となるのは250の CGI というですね、1.8 リッターの直噴ターボ、このエンジンを搭載していることです。今まで E クラスというと V6 が中心でしたけれども、4気筒を使ってですね、ダウンサイジングして、環境にも応えていくという、そういったですね、姿勢を素早く明確に示していくこともまた、メルセデス・ベンツらしい部分ではないかというふうに思います。そして安全性も含め、E クラスワゴンはまさにキングオブメルセデスと言えます。なんとこの車は3列目があります。これは日本には入らないそうです。残念。